やばくない？今のところ満点？はい。すがピーターとマーフィー花の大冒険チャンネル。センター試験を解いたら僕たち何点取れるのか大検証。イエーイ。自信のほどはどうですか？ちょっと保険はかけときたいんですけどでもそうだ、私日本の公立通ってて、うん、英語のテストで100点取ったことないんですよ。だいたい97とか、うん、98とか、まあええやん、それなんか94みたいな感じだったから、100点は取れないと思う、普通に。100点まあ取んなくていいんだよ、さすがに。100点取ろうと思ってます。でもそれに近いくらいだと思う。行きたいとね、うん、まあでも保険を僕からかけとくわけじゃないけど、まあ、冬試験問題解くのとはめちゃくちゃ久々でしょうから。久々です、うん、でピーターはもう誰も期待してない。一応これ解きますって感じで、40分ね。今回あの本来だったら200点満点なんでね、選択試験は200点の80分はちょっとねしんどいなあいうことで、うんうん、半分に削って100点満点の問題にしてます。でそれを40分で解いて、で答え合わせしましょう。はい、やっていきましょう。よーい、スタート。よくない？あれ？待って。やばいかもしれない。時間かかりすぎじゃない？何これ？もう終わらない？大丈夫？でも終わるんじゃない？そちら半分は行ったか。いや、色々遅いのもあるけど、パンちゃん早すぎないですか？半分、まだ5分ぐらいしか経ってないよ。半分の1は行ったか。驚異のスピードだ。ちょうどいいけど早すぎない？全然40分じゃないんだけど確かにこれ英語のテストの時間だしすぐ終わらせた気がする。早すぎない？めっちゃ暇だったこんなはずじゃなかった。もうちょっと早いということは全体の問題多分これの2倍ぐらいしかないから40分で余裕で終わるってことじゃん。早っ。まあぜひご自由に過ごしてください。本当に俺普通にテスト受けてるんだ。え、それも範囲ですか？うん、全然やってないな。あ、これの問題がこれ？そう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 。あ、これだけやってないや。あんまり休憩しても楽しくむしろ俺まだ終わってないでいい。ね。よいしょ。まだビーン。ということで、2人とも問題を解き終わりました。ハンちゃん早すぎね。ハンちゃん半分の時間ぐらいで終わってたから。でもノンプラクティスで俺もなんか80分で全部解けるのかもしれない。答え合わせしていきますか。はーい、えい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 。答え合わせいくよ。はーい、ほんだらよ、答え合わせをよ。はい、第1問目、答え4。はい、そこつまずいてるわ。第2問目、答え4。はい、5問目あったんだ。5問目が4ですね。バツですね。そんな皆まで言わ
満点もよ各2点です、はい、1、2、3、4、5、6、10点満点ね。え、あ、ごめん、ん合ってる、うん、そっちから警戒に合ってる音が聞こえるな。いいよ、やばくない、今のところ満点、はい、すがはい、ということで、はい、ピーター79点、94点、強すぎない、半分の時間で解いて、さすがマーフィー先生でございますこれ聞きたかったのが、長文ってどういう風に解いたのか、全部もう読んだ、読んだ、あ、やっぱ読むんだね、俺も一応全部読んだんだけど、学生の時とか俺全然やっぱ分かんないから全部の読むなんて無理で、だからテクニックとしてはその前後の文脈を見てみたいなところで時間節約したりするんだけど、ね、花ちゃんレベルになるとやっぱ全部読むんだね、うん、長文とかも全部一旦読んで、まあ、質問を見てって感じで、うんうんうん、まあ、質問をちょっと見た上で読む、あ、ここと記されてたら、その場合はでもどうするの、例えば最後の長文の問題とかさ、あ、最後の長文はやっぱ読んでみないと分かんないけど、問題チラッとでも一応見て、なるほど、分かりづらいのは消去法で消してったり、うんうんうん、あ、でもそういうのやるんだね、うん、ちなみに俺第1問のこの発音のところ、うん、なんか俺もめっちゃ近くかってたんやけど、うん、答えなんだった 1問目 Rude、な、どういうこと、 Amused、 Amused、 Cute、 Future、 Rude、 発音がう、他は You、 これはう、そう、Rude、 Future、うわー、分かりづらということで、2012年かなのセンター試験の英語、ちょっと半分にして100点満点にしたんだけど、結果としてはマーフィー先生は半分の時間20分で94点、わけが分かんないまあこういうことになるんでしょうね、という結果で終わりました。どう、解いてみてどうでしたか。あ、でもやっぱり日本人向けなので、あ、そうなんだねなるほど、うん、やっぱ長文って言ってもすんごい簡単な英語だから、あ、やっぱ時間はかからなかったかな、うん、これがだからTOEFLとかになってくるともうちょっとレベルがあるよね、TOEFL、TOEFLになるよね、そう、ジカフルとかTOEFLやっぱ時間との戦い、そうだよね、だ、あ、やっぱあれやったら時間結構タイムプレッシャー来るんだ、割れる、うん、時間めっちゃ終わり、時間かけてらんないってなる、そうなんだね、そう、いや、そこんなポッ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 チャラッってできない、もう問題がちょっとこうひねくれてるのがね、パッパッパッと分かんないってことは、そうするとか、うん、ひねくれてるっていうか難しい、あ、なるほどね、ですから、まあ、ね、今絶賛勉強してる人とかいると思いますけど、まあ、勉強続けていけばこう話しみたいなパパパパパッと解いて、あー、これだったみたいな感じで、そこ目指して頑張りましょうみんな、はい、じゃあこの動画面白かったら高評価とチャンネル登録お願いします。せーの、 Stay tuned for next adventures! バイバーイ。